メットライフドームには大観衆が詰めかけています。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。この場面で迎えるバッターは4番安田。ストレート打った、取った、三塁タッチはアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックス井上、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。インコース決まった、ノーボールツーストライクです。ファールボールです。変化球打った、ショート正面掴んだ、二塁へ送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。さあそしてここからはラッキーセブン。西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。素晴らしい投手戦をものにしました。里崎さん、盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、まあ僅差ではあるんですけど、今日は継投も含めて安心して見れる内容でした。そうですね、監督の采配も見事ハマった今日の勝利でした。勝った西武ライオンズ、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。